ヒノキ人降林のある里山朝日が指すヒノキ人降林針葉樹林とは主として針葉樹で構成された森林である。針葉樹は世界の森林域のほぼ全ての地域に分布するが多くの地域では広葉樹に混在するか限られた環境で森林を構成するのみである。針葉樹が中心となる森林が多く見られるのは広葉樹の生育には適さない地域である。 これは、新葉樹が、より古い型の植物であるため、主観の競争では、紅葉樹に勝てないからで、その代わりに、劣悪な環境への耐性を発達させたと、考えられる。紅葉樹が森林を構成できない、寒冷な地域では、新葉樹が大規模な森林を作る。いわゆる亜寒帯がこれにあたり、シベリアや北アメリカ大陸には、 大河と呼ばれる広大な天然の新葉樹林が広がっている。新葉樹林には、常緑樹林である、常緑新葉樹林と、落葉樹林である、落葉新葉樹林がある。日本で極装として、新葉樹林があるのは、主に以下のようなところである。日本で見られる、新葉樹林は、その大部分が人工林である。団体から温帯では、杉や日の木、より寒い地域では、 カラマツの植林が多い。特に一頃の拡大増林の方針のため、自然林より大きな面積を占める。現在は材木としての収益が商売にならないほど下がっており、手入れを放棄された人工林があちこちに見られ、問題となっている。また、黒松、赤松は、紅葉樹の高木の生育が困難な厳しい環境条件下で、 局所的に安定した群落を維持することを除くと、繊維により次第に紅葉樹林になってゆく先駆者樹木であるが、かつては民家の燃料として松の落葉落紙がよく使用され、それによって松林が長期にわたって維持されていた。しかし、その後の生活の変化によって松林に人手が入らなくなり、そこへ、 マツクイムシによる被害が重なり、現在では大きく減少している。ありがとうございます。